ばんは。こんばんは。うわ、もう51。はいや、うわ、もうはいや。ありがとうございます。もうみんな早すぎますせ。お疲れ様です、はい、終わりました、はい、もうなんとからやろう思ったのに、うん、はいや、改めまして、はい、今日の神奈川レディースオープンですが、はい、スコアが38-37-75 3オーバーでした。はい、でした。はじめめっちゃ雨でしたね。こんばんは。なんとか今、持てる、力は、わお、ありがとうございます。レッドちゃん、ありがとうございました。もうね、今年最後の試合っていうあれがあって、もうほんまめっちゃ楽しかったです。うん、もうあの見に来てくださった方もね、もうほんまにいろいろ、もう話し始めたから私が、わーとか、もう本当にいろいろね、歓声あのくださって、めっちゃ楽しかったです。今日一日もうずっとニコニコしてました。もう昨日のね、抱負通りもうずっとニコニコしてました。今日はあの本当にありがとうございました。もうね、あのなんかいろいろあのくださったりとか、もうね、ちょっと今年の課題だったパターをね、だいぶ克服しかけてるかなっていうところです。まだね、全然課題はあるんですけど、今日もね、今日の一つ悔しかったところは、結構ね、いいところに寄せれたバーディーチャンスを1個外しちゃったっていうのと、あとはちょっと 縦の距離がね、最後合わなくって、あともう一番って大きかったらちょうどよかったとかね、そういうその誤差があったのがちょっと反省かなっていう感じです。もうちょっとそれがアウトバーディーが取れたかなっていう感じです。もうあとはもうまあ頑張ったかなっていう感じです。今日はもう本当にいろいろね、もうパーもうほんまにいっぱい歓声ももらって、みんなよう調べてくれてる部分でも23位タイ、もう私もそれは知らなかったです。もうでもパターはね、本当にあの軽い、ちょっと軽めなんで、速いグリーンにはもう本当に合うと思います。あ、はい、アマもミッドアマの方だけちょっと前かっていう、そういうあれはありましたけど、アマチュアとプロは同じ場所です。今日ね、ほんで1個びっくりしたのが、16番ホールのね、333ヤードか340かも忘れましたけど、なんかそのパー4でね、あの残りちょっとフォローもありましたけど70ヤードとかやったんです。どんだめっちゃびっくり、自分でびっくりしました。めっちゃ飛んでて、もうでもちょっとね、精神的にも今回はあのもうほんまに練習したんで、この試合に向けてじゃないですけど、もう最後悔いなくと思って、もうめちゃめちゃ、もうね、最近すごくゴルフが楽しくって、まあその結果練習の、ね、質も良くなって、まあ、結果もまあ3位ですけど、3位1位優勝はできなかったんですけど、まあその最後のほんまにこの1年いろんな試合に出させてもらって、まあ割合的には悪い報告しか、ね、できないあの試合も多くて、もうそれでもね、こう見てくれたあの方もね、たくさんいてくれて、もう最後ぐらいこう笑ってね、報告できたらよかったな、といいなと思って頑張ったので、バーディーはね2つでした。でももうちょっと取れたと思います、本当に。距離がね、もうあと一番って大きかったらちょうどっていうホールがほんまに多くあって、悪くても良くても笑っては報告してますけど楽しかったです今日は本当に。多分いろいろ、最初のハーフが38、ノーバーディー2ボギーの、それもね3パットやったんですけど、あの下りのスライスラインがちょっとまだ
苦手っていうかちょっと読み違いとかちょっとこう一瞬構えちゃうところがあるんで、もうちょっと練習しないといけないなっていうのと、ショットはね本当にその番手がもう一個大きかったらっていう反省はありますけど、全然他はもう狙ったところにも打てましたし、縦の距離以外はね、いやもう本当に楽しかったです。今日はもう自分が打ちたいところにも打てましたし、もうあの楽しんでゴルフできました。もう何の苦しさもなくいやもうありがとうございました。今日一日来てくださった皆さんも、あの違うあのトークで応援してくださった皆さんも、もうあの楽しくできました。プロの T と同じ、うん、あのところです。全然全く変わらないあれです。そうですね、来年はなんか結構前向きな感じです。今はあのもうプロテスト終わった後ぐらいはね、もうあのちょっとあの死んでたんですけどでもまあこう復活しまして、今はもう楽しい限りです。もうね、人生で一番楽しいと思います今。不思議なんですけどアウトは2バーディー3ボギーの1オーバーだったんですよね。37と38の75でした。上がり2ホールがボギーボギー。そうなんですよ。だからあ、まあでもちょっと鬼門ホール、8番も9番も鬼門のホールやったかなっていう風なところはあるんですけど、まあそこをね、まあ、ちゃんとパーを取る、やっぱりプロの方は取ってますし、もうなんなら一人なんかその私の鬼門の8番ホールでね、ホールインワンされたプロもいらっしゃったみたいで、もうすごいなと思って、まあ全然まだまだ伸びしろがあると思って頑張ります。いやね、あの8番ホールのね、ちょっと上げないといけない、ホールもあったんですけど、練習して前の日にラブショットできないとアカンホールがあるかもしれんからって言って、練習ではあんまりうまくいかなかったんですけど、ちょっと浮いてたしいけるやろと思ったらいけました。ね、もうめちゃめちゃ反省するところ、はい、インはだから382ボギーです。でもしかも2ボギーも3パットの2ボギーなんで、なんか反省ですね。それもその下りのスライスラインやったんで、まああそこに残すのも悪いんですけど、返しをね、でもまああそこ一つぐらいまあ入れれたかなっていう、まあ読み、まあまあまあもうあの反省です。前日練習でロブ打てなかったんですよいやもうまた頑張ります。またね、今後はもうもっといい報告ばっかりできたらいいなと思うんですけど、でもやっぱりいろいろあるスポーツなので、まああんまり良くないことも多分あると思うんですけど、まあちょっとよろしくお願いしますはい、もうね、楽しかったです本当に。もうでも本当にもう多分何より自信になりました今日は。はいはい、それでは、皆さんに、発表することがございます。はい、なんと五木選手は、はい、来年の1月の6日から、はい、オーストラリアで去年のリベンジに行きます。オーストラリアに行ってきます。オーストラリアのアマチュアの、はい、メジャーの大会に出場して、最大3試合、はいはい、戦って、去年はまあどんなものかということで行きましたけども、今年はどうしますか、取りに行きます。はい、もうやったれ、もうなんか表彰台にそもそもあんまり上がったことがねなかったんですけど、そもそもやっぱりね、あのね、上がるとうわ悔しいなって今日上がった、そう、あ、そう、悔しいなって思う、いや、
思うんですね。もうなんか楽しかった、それが一番楽しかったです。もうあプロ同じ部門のここで3打差やったんですけど、なんかあこれとこれとこれが入ってたらっていうのもあったし、まあでもそれを入れれなかったからまあ3位なので、また頑張っていきたいと思います。もうほんまに楽しかったね。楽しかったですね、うん、表彰式は、選手だけでやったので、はい、どういうのかはわからなかったですけども、まあいや皆さん本当に、ね、誤解しないで、山本道場でやってきましたけど、この人いつも言ってる一番下手くそでしたから、まあ、何が下手くそかって硬いんですよ。頭も硬いしグーッていうね、それがまあ本当に地道にやってきて力も抜けてきて、だからジュニア時代も何の表彰もなければ、でもやっぱりこうやっていったらちゃんとプロになりたいなっていう目標、プロになりたいなっていうところであれば結果が出ると思ってやってきて、まあこの時期になんか表彰台の今の端っこにちょこんとこう乗れるようになってきたので、これからも基本的には焦りませんけれども目標は高く、一番上を目指していってもらえたらなと思ってますので、はい、まあこれを通じて山本道場っていうのはレッスンもしてますんで、皆さんももう誰でもスポーツでも稽古事でも何でも始めた時はもう素人です、ね、うまくいかないことばっかりです。でもそこから一歩一歩確実にやっていったら最後は、目標に手が届くと。初めからいやプロだ、いやアマチュアだったらシングルだっていうのは何言ってんねんお前みたいなんていうのはあるかも分かりませんけれども、でも一歩一歩確実に、自分ができることを正しいことをやっていったら必ず、登っていくということを五木選手にやってもらいたいなと思って、一つずつ階段を登っていけてるなと思いますので、皆さんもそういうような感じで、見てもらった、また階段一歩登り寄ったなとかね、今ちょっと落ちたんちゃうもんとかね、いうふうに、見てもらったらいいかなと思います。オーストラリアはですね、もうガンガン練習してきて、その練習の模様も五木の部屋と千里の部屋で、もう自分らでね練習の模様をね、アップしていきたいと思います、はい、まあ、そのためにちょっと、あれを作ったのでね、頑張っていきたいと思います、ね、そうそう、さっきも言って言ったみたいにアプローチとねパターが本当に今年はね余計課題で、まあ、オーストラリアに行ってもあこのあれじゃダメだなとか思ったりしながら、もうアプローチがもうちょっととか思いながらこの1年やってましたけど、やっぱ練習するとね上手になるみたいです。アプローチもほんまに距離感もつかめるようになってきて、まあ、スピンもかかりるようになって、パターもまあ完璧ではまだないですけど、ラインにねこうもう読めるようになってきて、もう本当にパターね皆さんうまなりました、うん、まだね動画が出ると思うんで、その時にお見せできたらなと思います。楽しみにしてください。キーアンサー2もう最高です。もうないですけどね、もう現存してるパターしかないですけど、ピンアンサー2最高です。パッドペンド、いやもうこれからもちょっとずつですけど頑張ってアップステップアップしていくのでそこ結末くとこか頑張っていきたいと思います。まあ、うん、こういう機会がいただけることがあれば、我々ね、うん、我々も焦りませんか、はい、もうほんまに欲しいな、本人が欲しいなと思うことは必ず、つかみ取ると思います。家にありました。どこまでうーん欲しいと思ってるかどうかはもうこれは選手次第です。周りが取ってほしいなと思っても本人が最後取れないこともあるんで、本人がどれだけ欲しいと思ってるか、その思いの強さ、そのために、一個ずつやっていきたいと思います、十分力がついてから取りに行ってくれたらと思ってますんで、山本道場の一つの目的はですね、その取っていく段階っていうのがアマチュアの方たちが、
参考になるかなと思いますので、そういうふうに見ていただけたら、もう皆さんの役には必ず立つと思いますのでね、参考にしてください。今晩ちょっと夜にですね、昨日練習ラウンドをした、大畑のカントリーの、ラウンドの模様を何ホールか上げていきますので、まあすごいとこでしたから、皆さんも楽しんで見てもらえたらと思います。もう今日上げようかなと思ったんですけど、まあもうなかなか雨は降るわ、もう練習どうしようね、練習ボールも限られてるからどうしようね、バタバタしてラウンドついてできなかったんで、あげたいと思います。ちょっと最後一つ二つ質問答えて、はい、せっかくねあれなんで答えれることは答えたいと思いますので、黄金世代プラチナ世代に負けないで頑張って。一応私黄金世代ですから、はい、一応組んだ方でいきます。一応黄金世代ですから、曲がらなかったですね。いやもうね、曲がらなかったです。今日ももうピンにもバーンと狙ってました。今日一日中ちょっと縦距離が合わなかっただけで、あのね皆さんね、5月ぐらいのこれはしたことないです。なんかスタートはしたことあるんですけどね、なんかなんでホールインワンできない、なんかもう死ぬまでにしたいです、ホールインワン。まだだいぶ生きれますわ。はい、ありますか他。いやね、あ皆さん動画ね、パナソニックオープンレディースの頃から型を入れないっていうことをやってたんですね。でそれは型が入ると戻す時に来るんですよ。だから型外しって言って左型を入れないっていうことから、もう今回の腹直筋カウンター打法が始まってるので、まあ皆さんずっと見てもらってますけど、過去動でまあここの腹直筋打法に行き着くものはちょこちょこ山本道場の最新の動画一つ、あと5月ぐらいから追っかけてね見てもらったら、ここに行き着いた道のりが分かると思います。そうすると、ものすごい、あれです、参考になるかと思いますので、ぜひゴルフサバイバル見たいね、あれいい番組ですよね。もうでも多分全然まだ勝ってないので出たくないです、うん、またもう絶対に勝てるって思ってから出たいですよ。いやそんな、でももうオファー来たらどうする。いやだ、だってまだ勝たれへん、なんかもうダメだなってこうもう思うところ自分で分かるじゃないですか、ね、いやいやまあそんなこれが足りてないっていうのがもうすごい今自分で明確に分かってるから、もうまだそんな来ませんけど、でもいつでも迎え撃つ、迎え撃つ、こっちはチャレンジャーなんでね、いけるように、あ明日やろう、あ明後日やろうじゃなくて、もし明日来た時に、もう受けるっていう、僕らも今やめときますって言ったら二度で、ね、今ダメなんです、やめときますではもうダメなんで、こういうのはオファーいただいたら、もうだからスタンバイをいつも今日やるべきことをきちっとやって。終わるというのはいいと思います。いやもうまた頑張ります。そうですね。もういつも変わるんですけど、58、52ピッチング9、8、7、6、5、4、ユーティリティ5、3ドライバーですかね。あとパダ。今もなんか気づいたら気づいたら家にあったんで。なんかね、昨日ゴルフパートナーに行った時に、いや私が好きやからピンアンサーはありました。持ってたんです。2は分からない、あるんかな、あーないない、ピンアンサー2ね、皆さん今やったらゴルフパートナーとか中古クラブにもうほんまに安くあるから、もう名機ですよ、あれはグリック・ノーマンが使ってたんですから、もうすぐに取り合わせる。メーカー全部キャロウェイです。キャロウェイのキャロウェイのあれフラッシュエピックのフラッシュと3、5、そうでしょ。で、ユーティリティがローグで、4番アイアンからピッチングまではスチールヘッドみたいなやつで、スチールヘッドやんな、スチールヘッドのなんか黒いやつ、 XR プロっていうんですかね。距離が合わなかった原因、風が読めてな、風の上げてるからっていうこの計算がちょっと甘かったです。計算も何もその前にこの人は今までほんまにもう本当にね、うん、
今年になってからですけど、今までボール当たらへんかったから、風でくぐあの風で行かなかったのか、ボールがちゃんとヒットしてないのか分からなかった。パターもそう、それが当たるようになってきたので風かなということですね。これパターの店長の動画、あんなにすごいハートブルクな思うとか肩とか感じなかったんですか？あんまり感じなかったです。魚つきってやっててもらったら、もう振らないんですよ横に。だから、うん、横に振ったら確かにこうやってしたら確かに重いし硬いなって思うんですけど、もう振らないからなんか全部多分同じ感じなんかなっていう風な解釈をしています。パターのヘッド、ピンですか？結構風じゃないわ、あれちょっと早いところやと全然軽いなって思わないんですけど、なんで折れるか、重いところではちょっと重いパターじゃないと軽いなって思うかもしれないです、うん、だから今日みたいに早いグリーンやと重いともうスコーンってどっか行ってまうんで、得意のアイアン8番アイアンです。8番アイアンが好きです。今日ねほんまに全部使いました一本も使ってないクラブないです。つけてないです。あのパターほんまに転がりいいです。何を参加しないんですか？でも硬くて重いシャフト、冬になったらむっちゃ硬くなって重くなるんで、うん、ちょっと今回の試合の前に850に変えたらちょうど良くなって、よくなりました。もう大丈夫っていうぐらいもうトップしか出なかったんですけど、クラブ変えたらっていうかちょっと軽くしたら良くなりました。なんかちょっと軽くするのも手かなと。冬はまだまだはい伸びると思います、冬の寒くなって落ちてきた時点で飛んだのがあったので、今度暖かくなったらまあゆえの300いけるかな。300ってほんま遠いよね、うん、まあまず280か。もう打ち下ろしっていう姑息な手を使わないと300は無理、まあ、ね。デイビスさん、もうデイビスさんとまた回りましょう、はい、負けたのでこの間はい、はい、ということでした、はい、初めて表彰台の端っこにちょこんと、はい、乗れてきたら今度は反対側、そうですね、そして真ん中ね、はい、っていう形でいきたいと思います。ドラマのシャフト変えてないです。もうずっと変わってないです。あれ、うん、あとはもうゴルフパートナーさんが次どんなの持ってくるかやね、うん、楽しみですね、うん、あ、ごめんなさい、最近、今日ちょっとちょっと告知したいことがあります。今日ですね、会場に行って練習場でプロから出場するプロから腹直筋教えてください、あれどういう意味なんですかって、理屈はどういうことなんですか、斬新ですねっていうふうに言っていただいて、説明をしたんですね。そうですかって言って、で最後バタバタしてたんで、私連絡先も持ってなかったんで、ちょっともしあれだったら連絡先教えてもらえませんかっていうことって、あとで表彰式とかあるかなと思って、それをしなかったらなんかバタバタして連絡できなかったので、もしあれでしたら待ってます。はい、一緒に腹直筋を広めていくというかね、プロの今までの経験でいいなと思ってくださったことはすごく、嬉しいことですので、自身のそういう技術、それから、何かいろいろ役立つことがありましたら、やりたいと思いますので、連絡先は一応概要欄の方に、メールのアドレスを貼っときますので、もしよければ連絡ください。ちょっとバタバタして最後お会いできなくてすいませんでした。はい、以上です。
なんなんそれ。飛距離ね、私は軽くしたら伸びました、今回は。だから多分合ってる合ってないはあると思うんで、硬い方が飛ぶ人は飛ぶし、柔らかい人、柔らかい方が飛ぶ人、ん柔らかい人が、ん違う、柔らかいと、柔らかい方が飛ぶ人も多分いると思います。ただ、なんか曲がりやすいとか、なんかそういう他の理由で硬くした方がいいのかなっていうのはありますけど、はい、ボールね、タイトリストが好きです。タイトリストが好き、タイトリストいいですね。パターっていうかパッティングの時にタイトリストが好きです。正直この間なんだっけ、ゴルフパートナーさんのクラブ打たせてもらった時に軽いのでもうそんなに曲がったりしなかったので、もうあとはもう手に力が入ってるか入ってないかなのかなと思ってます。はい、もう答えれてますか。相変わらずのお役喧嘩します、しょっちゅうします。もうほんまにもうゴルフしてたら耐えませんもん。まあでもずっとこれでやってるんでね、もう全然何してんねん。グリップね、何が細くて何が太いんか分からないんですよね。何が細いんですか。え、今ゴルフプライドっていう普通のあれを使ってます。白と黒のバックライン入ってないって言われましたけど、どうなんでしょう。この間ゴルフパートナーさんのあれクラブを打たせてもらった時に、なんか体にが痛めないか心配みたいなことを書いてくれてたんですけど、もう全く痛くないです。もうあれやったらもう、ただちょっと構えてる体勢でしんどいっていうのはありますけど、ボールなんかケロエもなんか打ってみてます。なんか絶対にこれじゃないと嫌っていうわけじゃないんで、もうブリヂストンのボールも打ってみたりとか、ケロエ持ってみたりとか、スリクスも打ったりしてます。ただ今タイトリストが好きかなっていう、ただ好みで好きかなっていう感じです。でも3本ね、キャロウェイの線、キャロウェイの線をこう書いてるやつ、あれはなんかいいイメージが。岩手ね、もうめっちゃ楽しかったんですけど、多分今行ったら凍え死んじゃう。手のひらの豆もうねほとんどできないんですけど、昔できたやつがなんていうの、まだあるっていう感じです。昔のやつがっていう感じです。このここの3つとこことこことここだけかな、あとここか、豆なんかな、なんか豆じゃないね。パターの握り方いいですよね。ちょっと一つ拾ってあげていい、うん、インターネット、私 もう拾ってあげてと思って。インターネット道場はいつからですか。もうすいません答えてるので拾いませんでした。今、申請は、終わりまして、私がこうあれしてるわけじゃ、 YouTube のメンバーシップのシステムを使うので、まだそれが、OK になりましたっていうのが、出てないです。出たら、ここに出ますんで、それに入ってもらうということなので、準備はできてます。もう少しお待ちください。はい、YouTube 上のあれ承認がないとできないからってことね。はい、みたいです。もうこっちではどうすることもできないみたいで、待ってあげてください。あ、ごめんなさい、なんか見てなかったかな。もうぐらいで大丈夫ですか。私めっちゃ指短いんです。ワニと同じなんです。ワニの手で検索してみてください。同じ手が出てくるんで、ワニの手って検索してみてください。ね、むくんでる時なんかも完全に鍋に出てくるワニの手ちょっと検索してみてください。もう完全に私の手が乗ってるんで。あ、そうですね、オーストラリアは今のセッティングでやるか、ユーティリティ抜いて3番アイアンでいくか、どっちかだと思います。バケモンみたいに飛ぶ韓国の子がいるらしいから、そういうやつけたかな。うん、飛んでもうこの間一緒に回ったけど、うん、あんま変わらなかった。うん、そんなことない、そんなことない。
あ、ごめんなさいね。負けるな。まあ楽しんできます。もうこうもうね、スピーダーはね、ほんまに合わないんです。もう全然合わなくて、もうぴょん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 どこにでも行っちゃうんで、ちょっとなんかあんまり得意じゃないクラブです。なんかぴょんって来ちゃう、ほんまスピーダーぴょんって来るじゃないですか。あれがなんかちょっと手で合わせちゃいそうで、もう私はちょっと黒影を使ってます。なんで、スピーダーってすごくいいシャフトなんですよ。で、山本道場はめっちゃ溜めるので、スピーダーって本当に溜めれば溜めるほどめっちゃ来るんですよ。そのタイミングと腹直筋のカウンターのタイミングが合わないんです。今のところ。今のところね。まあ、なんか方法があって、こうあったりしたら、使うとは思うんですけど、悪いとかそういうことではなくて、うん、今自分たちがやってるタイミングとスピーダーがスピードをガッと出してくるタイミングが合わないので、今は全く反対の黒影の方が遅らせれば遅らせるほど戻ってくる時のタイミングが非常に合うので、今マッチしてる感じですね。はい、私が好きなのは850の S とダイナミックゴールドですかね、アイアンは。で、あともう3番とか5番とかドライバーはもうずっと黒影です。しばらく黒影の一番最初、最初っていうか1個前 XT が結構好きです。あれ良かったよ、あのユーティリティにはめたやつ。分からへん。モーダス3のカーボンとの愛の子のやつ。いやでも別に私がほんま私が合ってないだけなんで、全然そのスピーダーはダメとかいうわけじゃなくて、私が合ってないだけなんで、もう全然いいと思います。全然その人のやっぱりタイミングがあるので、それ吹雪も昔使ってました。吹雪いいね、吹雪いいです、はい、また売ってみたいなっていう感じです。今のところ黒影っていうだけで、今後多分変わることもあると思うので、もう絶対にこれじゃないと嫌っていうものは存在しないので今のところわあすごい、チクラブが何なのかがなんかあんまり分かってないんですよ私はなんかそんな感じなんです。なんかでもいろいろそのこういう風なことが出るから、こういうシャフトにしてみたいっていうのがあると思うんで、いろいろ打ってみたらいいかなと思います。はい、ということでございました。はい、とりあえず今年の、あれですね、試合は、全て終わりまして、はい、年末に向けて、まあいろいろちょっと、まあトレーニングをしたりとか、まあリフレッシュをしたりとか、まあして、ですぐオーストラリアに臨みますので、はい。はい、で、まだちょっとわかりませんが、来年もいろいろと、プロのトーナメントに、チャレンジしたいと思います。ですので皆さんまた応援の方よろしくお願いします。ゴルフサバイバル来たらどうしますか。ちょっと練習します。なんでやねん、ゴルフサバイバルがゴルサバゴルサバって言うてくれてる人いっぱいいるからね。はい、ゴルフサバイバルが来たらその挑戦は受けますか。なんでそんなこと聞くん。でやねん、お前もやめとく。いやだってもうこれが足りてないなっていうのがもうほんまにあるんですよ。もうゴルフサバイバルさん、もう本当にこういうのを見て、ちょっと考えよう。素晴らしいなと思うのはやっぱりこう番組って落ちたくないじゃないですか、こうね、うんうん、こうね、そういうのがすごい、いやもう絶対勝ちたいっていう出場する選手がねっていう演出、もう素晴らしいと思います。
頑張ります。はい、いつかはちょっと、そのいつでもいいようにちょっと頑張って。ほんま正直言うわな。あんたの実力じゃまだ経営って。そらそうや。だから今煽ってるわけだから。ね、それをもう真面目にねあれして。そらそうや。やったーって言うときゃいいのに。そうさあ、ね、はい、ということです。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、明日からまた、通常配信に戻ります。はい、何やったっけ、最後のね2019年の総括というか、まあ最後のこうやったよっていうのはいつきの部屋で出すのでまた見てもらえたらいいと思います。はい、多分ねクリスマスぐらいには出せるんじゃないかなと思うので、はい、よかったら見てください。全部多分喋ってると思います。そこではちゃんと多分ありがとうございました。ちょっと今日はすぐ寝ます。おやすみなさい。また頑張ります。